注目の日本武道館全面対抗戦、ここまで5試合が終わりました。いずれも白熱した攻防でありますが、その結果2勝2敗1引き分け。団体戦の方は全日本プロレス2勝、ジャパンプロレス2勝、1つの引き分け、全く五分と五分で、いよいよ最後の対決に団体勝利の命運がかかることになりました。最後の勝負は天竜対八つ、全日本が天竜、ジャパンプロレスが八つ、この大将同士の対決でございます。早速入場からご覧いただきましょう。さて、格闘競技の殿堂、日本武道館、精魂込めて戦う全日本軍、ジャパン軍の全面対抗戦にプロレスファンが寄っています。これより最後のカード、いよいよ大将戦と言っていいでしょう。八つの表情、全日本プロレスは天竜の登場、いよいよ天王山対決を迎えます。ここまで5試合が終わりまして、全日2勝、ジャパン2勝、引き分け1つ、この勝負に団体勝利がかかっています。さあ、ジャパンプロレス最後の出陣は絶好調八つ吉明、天竜からポールを取りましてベルトを取ったこの八つ吉明、今度はシングルマッチで天竜の息の根を止めるかどうか。今やジャパンプロレス11選手の中で最も光り輝く八つ吉明、元気にリングの中に出てまいりました。キャリア7年目の八つ吉明であります。さあ、ご覧の厳しい表情、全日本軍、いよいよ待ったなし、最後の決戦に登場するのは天竜だ。非常に心強い全日本軍の大将の登場。天竜の気迫はものすごい。過激ファイトは全日本軍のトップを行く天竜、会長は最高の出来と言っておりました。今や心機一転の境地にあります天竜にとりましては、丸腰の状態で思い切り戦い抜くことがファンに対する感謝であるという天竜。相撲、そしてプロレスと、今夜は格闘歴23年の重さを十分に見せてくれることでありましょう。天竜登場。試合に先立ちまして、日本テレビからの番組提供スポンサーに日本選手に花束の贈呈でございます。日本武道館全面対抗戦、いよいよ最後のカード大将戦、天竜そして八つ。レフリーの城樋口さんに日本テレビ並びにこの番組のスポンサーから豪華な花束が贈られました。勝負タイムは30分の一本勝負で行われます。30分一本勝負を行います。青コーナー255番の八つ吉明、全面対抗戦ジャパンプロレスの切り札、八つ吉明。260番の天竜、天竜。さあ、気力充実、鋭い光を放つ天竜。日本武道館決戦、いよいよ最後のカードであります。さあ、どういう結果が出てまいりますか。繰り返します。ジャパンプロレス2勝、ジャパン全日本プロレス2勝、そして1引き分け、全く五分と五分、2勝2敗1引き分け。最後のカードで団体勝利の行方、どういう風になりますか。さあ、今夜の天竜は、俺は命を懸けて戦うと発言しました。一方のやつは天竜に対しまして、あいつだけには負けられないと非常に挑戦的な発言でございます。今ゴングが打ち鳴らされました。両者ともに極限状態に置かれた感じがあるだけに、ともに進化を発揮する大勝負を見せることでありましょう。もう一回リングの中央に引きずり込んで、今度はパワーボンカー、パイロドライバー、脳天食い打ちに取りました。ズシーンという脳天の響き、この放送席まで飛んでまいります。リングの中央で見せます天竜脳天食い打ち、一気に逆転技ですね。山田さん、やっぱりね、ひるんだように見えてもね、はい、まだまだ力持ってますからね、もうチャンスと見たら一気に速い技でいきます ね。今のあのパイルドライバーなんかびっくりするぐらい速いですね。いわゆる天竜怒涛の狭がこの辺りから出てきたわけであります。さあ、天竜攻勢に転じてまいりました、転じてまいりました。天竜というレスラー、山田さん、常にこのなんて言うんでしょうか、自分自身と戦っているというような感じに見えるんですかね。そうですね、まあ、非常にあの耐える部分というのがあって、はい、この代わりあの攻めに回るとですね、一気加勢というか、はい、非常にあのすごい攻めをしますね。そうですね、ババさん、私たちニュースを聞いた時にびっくりしましたけれども、レスラーの命であるベルトを返上するというこの度胸の良さですね。そうです、この人はね、なんていうかむしゃっとしたらもう本当にタタタとやるっていうかね、そういう性格なんですよね。ですからもうあの試合中でもね、練習なんかで見たことないようなものを出したりね、何をするかわからんっていうのがこの人の魅力でね、今夜の
野口さん、徹底してジャーマンスープレックスを警戒してますね、はい、もうバックに回られるともう一気にロープへエスケープ、はい、この作戦ですね、そうですね、二度と同じ手は食うかという気持ちなんでしょうね、天竜も山田さん言ってましたけれども、後ろに回れた時ゾーッとするって言うんですね、天竜、いつどこでジャーマンが飛んでくるかわからない、しかし馬場さん、一流のレスラーというのはフィニッシュを取られた、ピンフォールを取られた技は食わないでしょう、二度と、まあね、それだけのね、やっぱり研究をしますからね、はい、勝負の方は全面対抗戦、30分の一本勝負、最後の勝負、いわばこの日本武道館全面対抗戦の対象同士、さあ張り手打ち、さあ天竜左の頬を張られました、八つが飛び込んでいく、天竜も打った、さあ対角線上に放り投げるか、反対の位置を取る八つ、飛び込んだ、さあ今度はエンジンが、おっとソバット、ソバット攻撃、八つ吉明のキックが当たりました、そしてまたバックに回った、ジャーマンか、耐えるか、ジャーマン、いった、ジャーマンスープレックス、足がロープにかかっている、ヒヤッとしました、いい体勢からいきますね、ババさん、どっからもいきますね、ジャーマン、そうですね、もう天竜がね、ロープの近くへということはね、計算してましたね、はい、そうですか、ということは天竜もまだまだ冷静であります、今度はストンピングに出てまいりました、八つ吉明、今最も光り輝くですが、頂点にいる八つ吉明、天竜を翻弄するキッチンシンクだ、キッチンシンクだ、前からドダーッと倒れました、チャンスが訪れた八つ吉明、もしジャパンプロレスの八つがこの勝利握りますと3勝2敗で団体勝利、ジャパンプロレスということになります、さあ負けられません天竜であります、キラーカンもリングサイド、知恵袋英元遥もいます、それからクリス正信もいます、ここまでの全面対抗戦改めてお伝えいたしますと、第1試合サムソン冬木対クリス正信は8分20秒原爆固めでサムソン冬木、石川対小林邦明、両者リングアウト10分飛んで2秒の勝負、引き分け、そしてマイティーノエ対キラーカーン4分33秒フライングニーパッド、キラーカーン、ジャンボ鶴田対アニマル浜口フライング、ボディシザースドロップ12分43秒の勝負でジャンボ鶴田、そしてタイガーマスク対長州力12分20秒力ラリアット長州力、今のところ2勝2敗1引き分け、こういう団体戦でございます、全てが繰り返しますが、山田さん、この試合にかかってるんですよね、そうですね、まあ、今までのところも泣いても笑っても終わってしまったわけですから、はい、この試合の結果いかんということですね、そうですね、さあ腕を取ります天竜、しかし非常にねちっこい八津吉明、この八津というのは日本のアマレス史上最強の重量級レスラーと言われた八津吉明、従いましてこの素質と基礎はもう満点でございます、今大きく花開きましたこの八津吉明、さあガン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 蹴りつけていきました、さあこの後の展開はどこで奮起一番、天竜が怒涛の攻めを見せてまいりますか、またバックに回っているぞ、またバックに回った、さあこれはもうロープにエスケープ、天竜です、野場さん、天竜の動きがやや止まりましたか、そうですね、はい、さっきのジャーマンでちょっと脳天を打ちましたね、後頭部、ということは山田さん、天竜は流れを変えていかなきゃいけないんですがね、もちろんそうですね、ただやっぱり今もあのエスケープしましたからね、はい、ちょっと体に来ているか、さあうまく切り返します、ここからです、ここからです、さあ天竜の表情キリッとした目つき、しかし八津吉明、相手が動き出そうという瞬間先に行ってしまいますね、早いですね、早いですね、今もあの至近距離からのドロップキックですね、はい、よく勝負をしています、さあ今度はブルドッキングヘッドロック、過去後楽園の大会でジャンボ鶴太郎顔面を割りました、いや天竜の顔面を割りました、八津吉明のブルドッキングヘッドロック、これも大きい技です、天竜タジタジ何を考えるか、さあもう一回今度はワンハンドのバックブリーカーか、すごい勢い、ワンハンドのバックブリーカー、八津吉明中盤に参りまして技を重ねてまいりました、そして今度はテキサスクローバーホールドの体勢でありますが、あこれは天竜の得意とするところでありますが、テキサスクローバーに行きました、馬場さんに憎い技を展開しますね、はい、もう、はい、もう2人ともね、もう何をやってもいい、とにかく技の出し合いをやった方がいいですね、しかし技の出し合いという点では今は八つの方が数が多いですね、山田さん、多いですよ、ただね、あの八つ選手ね、自分の得意技ね、はい、ジャーマンやって
2度も3度も封じられてる、うん、しかも1回は決まったけれどもロープ際でブレイクになった、はい、これやっぱり心理的にはね、うん、あの天竜選手の方が私はいいと思いますよ。そうですか。何を打っていっても完成しませんからね。そうですね、今のところね、はい、ピンホールに結びついてないです、はい、さあそこに天竜の余裕があるのかもしれません。さあここで一発円髄をヒット、完全に当たりました。今15分が経過したところ、さあこの辺りが山になってまいりますか。天竜が八つを一旦場外に送り出して、さあ天竜、さあ1回行ったか、さあどうだ、おっとエプロンに飛び込んで、そのまま飛び込んだ、体当たり、まさに体当たり、空中戦を見せてまいりました天竜。八つが下スッと立ち上がる天竜、場外戦であります。今思いもよらぬ空中戦を見せた天竜、この後のつなぎの技は何か。さあ自分のペースを取るのか、さあアウトサイドリングだ、さあ行く、さあ行きます、思い切って攻撃を仕掛けます。天竜、さあ本部席の上にまたがりました。おっと本部席の机の上でパイルドライバー、いやーすごい天竜、さあまさに喧嘩ファイトになってまいりました。さあここでリングアウト勝ちを狙うのか、天竜先に入った、さあヤツひるんだ、ヤツさあどうだどうだ、ヤツ入ってくることができるか、一息入れました。内川さんも厳しい表情だ、待ち受ける天竜であります。さあまだまだ分かりません、この勝負。両選手ともに気力充実、技も光っている現在の両雄、天竜対八つ。全日本プロレス代表は天竜、ジャパンプロレスの切り札は八つ義明。さあ団体優勝の行方は現在のところ2勝2敗1引き分け。さあ天竜、さあリングの中に持ってきたが足を取ったら首固め、こういう技怖い、あーっと天竜かろうじて外しました。さあ今度は円錐、八つが円錐を打ってまいります。八つも頑張る、さあもう一回円錐、2連発を重ねます。ちょっと天竜マットに手をつきました。八つの動きが速い、八つの動き、今度は万字か、万字固め、オクトバスホールド、これでギブアップを取れば八つ吉明大勝利、大金星、そして団体勝利も呼び込む。どうだオクトバス、オクトバス、まだかオクトバス、馬場さん位置はどうです、位置は。いや、まだそんなにあの決まっちゃいないですね。決まっ、よく決まっちゃいますけどもね、天竜はギブアップすることじゃないと思いますね。左手をキャンバスにつけた、しかし八つオットバスをガンガン攻めます。八つ吉明対天竜、さあ天竜踏ん張って返した、天竜踏ん張って返しました。八つ吉明もこの一発で相当スタミナをロスしたでしょう。小林さん、ここを息稼いに行くのは天竜チャンスですね。トップロープに上がっています。さあ何でいくか、おっと思い切って、飛んで飛んで、そして左の腕が喉元をついたような感じがしますが、ラリアットにはなってますか、山田さん。いや、なんか頭から突っ込んでいったんでね、ちょっとこっちから四角になって見えませんね。いわゆるフライングボディアタックと見ていいですかね、山田さん。そうですね、今のそうですね。そうですね、体ごと当たりました。そしてネットブリーカードロップ、リングの中央、ロープに逃しません。天竜にもここで余裕が出てきたのか、絶対にロープサイドでの勝負がなくなりました。天竜対八つ、まだまだ分かりません。八つがリードしている部分もありました。そしてこの辺りから天竜です。さあタワーボムの体勢だが、さあこれでインタータグのベルトを守りました。さあしかし八つも一流の選手にのし上がった。タワーボムは二度と山田さん食わないでしょうね。まあ、今のやるにはね、まだ攻めがちょっと足りないですね。もう 2,3 発ね、どんどんドーンとやってから持っていかなきゃいけないですね、はい、あ、そうですか。やっぱりね、自分の得意技といってもね、いきなりは相手に通じないでしょうね。そうですね、ですからそこへ至るね、やっぱり段階、まあ、何発かいろんな技で痛めて、はい、でそういうことが欲しいですね、やっぱり。やはり馬場さん、格闘競技の原点というのは技の積み重ねでしょうかね。そうですね、まあ、自分がね、今日はこれでやってやろうと思ったらね、そのやるためにどうやって持っていくかという試合をね、どういうふうに持っていくかということがね、一番肝心な作戦なんですよね、はい。さあまだ勝負が続きます。いわゆる天王山決戦、両者荒れてまいりました。意地の張り合いだ、負けられない一戦。バックを取った天竜、今度は豪快なバックドロップ、豪快なバックドロップ、天竜起死回生になるかどうか。ホールだ、ホール、ホール、どうだ、カウント2、肩を上げました八つ、カウント2か。上樋口レフリーはカウント2を指示しています。さあどうでしょうか、もう一回を起こし上げる、抱き起こす、やつもちょっとダメージを受けている、また反撃。さあ、お、パワースラム、すごい勢いで打ちました、パワースラム、やつ吉明。そしてさあウルトラシーを何か出すのか、やつ吉明、タップル、タップル。さあ
さあどうだ、天竜の気がつきます。ドロップキック、すごいドロップキック、まさにウルトラ C 級です。さあここで一気に圧を仕掛け、さあ大歓声に応えます。ちょっと渋い表情、天竜効いているような。もう一回ロープで飛ばしたドロップキックの連続、ミサイルドロップキックから今度はショートレッグのドロップキック。あっという間に20分が経過いたしました。あと10分の勝負であります。八つが20分を聞いたところで押しています。バックドロップは、さあ腰を低くした天竜、絶対に食いません。足を取ったら首がダメ、スモールパッケージに持っていった。技のつなぎが早い八つ。野間さん、20分が経過しました。大勝負ですね。そうですね、この辺からね、もうやっぱりもう疲れてきますからね、はい、今度はジャーマンもいろんな技もね、はい、出たら決まると思うんですがね。あー、なるほど、そうですか、まあ、でもそれまでにね、どうやって攻めていくかの問題ですよね。なるほど、まあ、ポンと出てもね、やっぱり決まりませんからね、はい、さあ八代千明がまず2位クラッシャーから再び足4の字固め、グランドでの展開にもつれ込んで、もう十分に天竜の下半身を痛めて、それから思い切った技を展開しようというんでしょうか。八代千明、もう本当に油断も隙もありません。技の積み重ねが本当に鋭く、山さんになりましたね。そうですね、まあ、やっぱりお互いにね、スタミナがなくなってきたところで、自分の勝負技に出てくるでしょうからね、はい、まあ、それをねどう防ぐか、その攻防ですね、はい、またまた4の字入りましたけれどね、馬場さん、20分を経過してからの足4の字固めというのは相当ダメージを受けるんでしょうね。まあ、そうですけどもね、はい、先ほどは再三にこういうことはあるんですよね、はい、でこれが何を意味しているのかね、もう分からないんですよね、はい、両者の表情今比べましたけれども、八つがこの足4の字でね、天竜をやっつけようと思ってるのか、はい、スタミナを足を受けなくしてジャーマンに行こうとしてるのか、そこのところは僕にはまだ分からないですね、はい、両者の表情を山さん見ますと、苦悶の表情が天竜で、余裕の表情が八つという感じでしたかね。まあ、もちろん4の字入っていますからね、はい、そういう感じですけど、本当にね、さっきに2度や4の字固めやって2度とも成功してないんですよね。そうなんですね。なんで3度目をやるのか、うん、私にもちょっと不思議ですね。あ、そうですか、そうすると八代千明の技の組み立てがちょっとまずいと、だからということになるんですか。これで完全にね、天竜選手の足を奪って、はい、でもう動けなくしといてやるといいんですけどね、はい、さあこの後足4の字固めが解かれましたので、ここで一気にさあ円錐を切ってまいりました。今の当たり具合はいい。さあもう一回狙うか、狙い撃ち円陣、あ、これは空を切った、空を切りました。さあ八代千明がバッとマットに落ちました。その瞬間空を切って、天竜の膝がマットに直撃したようですが、さあ微妙の展開、もう一回オクトバスホールド、さあ万字固め、これを崩します。肩はついている、この姿勢で肩をつけました。しかしロープブレイクです。わからない勝負ですね、馬場さん。そうですね、最初同じ技が何度も出てくるんですよね、まあ、この両選手、この対決はもう自分との戦いでもあります。そしてプロレスに非常に横の出てきた八つ。さあ天竜が八つを下せばもう一回り大きくなりますが、トップロープからのエルボー、顎の先端にクリーンヒット、そして片指型に固めようとする天竜、しかしまだこの一発では参らないでしょう。さあパワーボンカー、ここでパワーボンカー、いったぞ、強烈だがロープサイドだ。いいパワーボムですがね、山田さん。そうですね、力入ってたんですが、やっぱりロープの近くだっていうね、はい、もうやっぱり計算をしないっていうかできないんでしょうね。あーはー、さあ天竜得意のパワーボムがヒットしてまいりました。さあいよいよ大詰めになってまいります。スモールパッケージホールド、さあエプロンサイドカウント2まで入ります。こういった時にいわゆる今日つく、小葉さん、細かい技怖いんですね。さあそうですけども、逆さ押さえ込み、どうだカウント2です。小葉さんどうぞ。いや、さっきからね、同じ技が2つ3つ何回か出るんですよね、はい、それがね、だからそれを狙ってるわけじゃないでしょうね。ああ、そうですか。さあ今度は回転エビ固め、八代千明、両者ともにまさに全力投球、視力を尽くしています。
まさにこの精魂込めて戦う最後の大将同士の対決、素晴らしい勝負になってまいりました。団体優勝の行方、それから自分の名誉もかかっているこの対決。ネックブリーカードロップ、高角度から落としたぞ。さあカバーに入るやつがカバーだ。勝負がつくか。後頭部を打たれている。また外しました。さあそして安吉明がトップロープに上がってエルボー、空中エルボー。勝負が25分が経過。空中エルボー、喉元にぐさり突き刺さった。電流動き鈍くなりました。さあきつい表情だ、苦しい表情だ。歯を食いしばる電流。さあ挽回策は何か。安吉明にチャンスが出てきた。さあダブルアームスープレックス、ダブルアームスープレックス。さあどうだ、もう一回覆いかぶさります。ここに来て八吉明がぜん調子を上げてまいりました。天竜がちょっとディフェンス一辺倒になりました。苦しい展開だ。馬場さん、ちょっと天竜苦しいですね。まあ苦しいですけどもね、天竜も隙を狙ってるでしょう。そうですか。さあもう一回キック攻撃、八吉明技を重ねてまいります。さあもう一回、さあエプロンに押し付ける。ちょっと天竜の動き、大きく肩で息をついた。さあ反対側まで飛ばす。またドロップキックだ。大技を打ってまいります八吉明。さあ今度は天竜か、天竜か。今度はおっと、左の腕をかち上げました。今ラリアットを狙ったんでしょうか。そういう風に見えましたね、左の腕でアッパー気味にいきましたね、はい、下から上へ突き上げましたね、はい、まともには当たっていないようです。さあフロントネック、チャンスリード。さあ顔面砕きに出てまいります。さあ天竜でやります。そして思い切って、さあカバーの体勢、まだ分かりません、まだ分かりません。天竜対八吉明、もう試合は30分の一本勝負ですので、先ほどアナウンスがありましたように5分を切りました。さあまだ分かりません。さあ個人の名誉と、それから団体勝利の名誉がかっている全日本プロレス対ジャパンプロレスの日本武道館全面対抗戦、いよいよ大詰めを迎えてまいりました。さあ今度は何でいくか。両者がっちり組み合いました。大技を打たせません。踏ん張る。共にブレンバスターを打っています。ブレンバスター返しもできます。さあ今度は胃袋にガン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 、膝を当ててまいります。さあ残り少ない時間でありますけれども、この後の勝負どうでしょうか。ブレンバスター、天竜が乗った。さあ残り時間は3分です。こっから勝負、馬場さん、こっからですね。もうこれでね、自分の持ってる技を全部出すということですね、はい、山田さん、この3分間フルに動き回った方が勝ちですね。そうですね、もうとにかくね、今までね、はい、もう見てるとね、まだ本当の技って出てないと思うんですね、はい、ここですよ。ここで八吉明再びバックを取りに行きますが、さすがにこの辺りは危険と見ましたか。天竜、さあ表を向いたスモールパッケージホールド、足を取った、足を取った。もう一回、あ、これスモールパッケージホールド返す。やつかやつか、ダメです。カウントを防ぐ、カウント成功。さあ非常に3分のアナウンスを聞いたところです、非常にスリリングな展開。天竜か八つか、団体勝利はどちらか。さあ天竜の目も再び光ってまいりました。危ない、バックを取らせると危ないぞ。天竜、あ、ジャーマン、これ思い切ってジャーマンスープレックスを打ったが崩れた。ジャーマンスープレックスホールドを打っておりますが崩れました。両者とも疲れてますからね、決まらないですね。決まりませんね。さあそこで思い切ってカバーの体勢に行きます。危なかった。ちょっと天竜もダメージを受けている。アニマル浜口が左サイドから大きな声で八吉明に声をかけました。またバックを取る、バックを取る。逆さ押さえ込みか、逆さ押さえ込み。天竜危ない、切り返すか。天竜危ない、カウント2までいったぞ。危ない、外します。そして天竜が一発を狙っているような感じがあります。さあ天竜反対に円錐を打たれました。八つがここで円錐を切りました。本当に勝負の展開がうまくなりました。八吉明、さあどうだ、覆いかぶさる自信のカバー。再びカウント2、天竜か八つか、全日本かジャパンプロレスか。さあ歯を下しばって、ここで猛烈果敢な円錐、すごい勝負。円錐を打ちます。もう一回円錐、ダブルの円錐だ。2連発決まった。今度は何でいくか。さあもう1回3連発、いったぞ。これだ、天竜の狙いはこれだ。円錐切り3連発、まだいくか。八つ這い上がる。さあ日本武道館ゴーゴーたる声援だ。もう勝負時間1分もない。4連発で当たった。すごい、
エンズギリ4連発、歯を食いしばってしのぐ。さあ残り時間は30秒、カバー、何が何でもカバー。全日本プロレスか天竜か、やつ、ジャパンプロレス返す。すごい根性の塊やつ、天竜も思い切った攻撃。さああと勝負は15秒、30分の一本勝負です。さあ最後の最後、うまくドロップキックを払いました。あと10秒だ。天竜行け、天竜行け、やつも行け、やつよ奮い立て、やつも行け。さあ時間が過ぎるばかりだ。パワーボムか、最後はパワーボムか。さあパイルドライバーか、パワーボムだが、どうやらその前にゴング、その前にゴング、鐘が鳴りました。30分フルタイム戦いました。天竜対ヤツ、この時点で両者フルタイム時間切れの引き分け、そういう結果でございます。ということは団体勝利の行方は現時点で2勝2敗に引き分け、全く五分と五分で団体勝利の方も引き分けということになりました。いかがでした、馬場さん。はい、まあね、試合の流れがね、そのスムーズに30分いったとはちょっと言いにくいんですけども、はい、両者お互いに本当に自分の力を出したと思いますけどもね、はい、もう少しその自分の決め技を出すためにこう流れというものをね、もうちょっと研究、お互いに研究したらね、はい、しなきゃいけないと思いますね。はい、馬場さん、最後にもう一つ結論をお聞きしますが、全面対抗戦1年3ヶ月の集大成を行われましたけれども、ここに一つの答えは出ましたね。いや、出なかったように思いますね。あ、そうですか。今後の展開、何回もやらなきゃいけないんじゃないかと思いますね。あ、そうですか。なるほど。全面対抗戦、団体戦の方は2勝2敗に引き分けということで、全日本プロレス対ジャパンプロレスの対抗戦引き分けという試合に終わっております。ジャーマンスープレックスホールド、見事に完成させました。サムソン・フユキ、クリス・マサノコを一周いたしました。渡辺フリーのカウントが進む。あーっと、このコールは、あー、山田さん、両選手リングアウトというコールです。あーっと、これにドロップ、カウント3に入ってしまった。立ち起こるキラーカーン、トップロープに上がって、またしてもテリーゴディを潰したウルトラシージャンピングに、もう一回追い打ち、フライングボディシザースドロップ、そのままカウント3、ジャンボ鶴田の勝ち。完全決着はラリアットルというのか、タイガーマスクもうろうとしている。ラリアット、リキラリアット、もうマスクカウント3、タイガーマスク破れる、長州力タイガーを下しました。さあ最後の最後、パワーボムだが、どうやらその前にゴング。ということは団体勝利の行方は現時点で2勝2敗に引き分け。